はい、では収録開始します。はい、ではお願いします。お願いします。五、四、三、二、一。皆さん、こんにちは。サカボーのキックオフ第21回目、始めてまいります。前回は、記念すべきと言いましょうか、第20回目でした。そこではですね、会場に関する項目で、チーム役員も含めてお話をしてまいりました。ちょっと振り返りますとですね、チーム役員に関しては、今まで退席処分という、もう一発退場で、そのまま更衣室へ帰っていただくような、処分しかありませんでしたが、注意、警告、退場、この3つ、3種類の懲戒処分、懲戒罰が変わりました。で、各規定に関しては、インターネットのホームページですね、日本サッカー協会のホームページにも、PDF で書かれていますので、ご覧いただきたいということでありますので、詳細は省きますけれども、ちょっとここでですね、注意、退場に関してですね、この項目には限らないという、いわゆる正し書きもあります。ですので、現場の、臨機応変な、なんていうね、状況によっては、この規定している項目以外の警告退場もあり得るということになっています。これに限らないというんですけれども、なかなかどういった場面かというのは、今後の様々な試合での事例によって、またいろいろと変化が出るかと思いますが、一応、ここに書いてある項目で、ほぼ十分ではないかと考えられますので、あまり現場の審判員は気にしなくていいんじゃないかと。私もそんなには気にしていません。大体この載ってる項目でほぼ対応できますので、限らないと言ってるのは、いろんな今後、何らかの事象もまた出てくるだろうということでの、正し書きかなと思われます。そういうことで、一応前回は、ここまでということになりました。で、本日はですね、ちょっと画面を改めて出しますが、前回の地図としてですね、まず、フリーキックに関することを次回述べようかと思ったんですけど、ちょっと言い忘れてしまいまして、一応ですね、フリーキックの項目をお話ししてまいります。でですね、この審判員に関する、気にしてほしいことということで、前回お話もしたんですけれども、今回審判報告書ってもののひな型を、見つけてみました。今、画面をご覧になれる方、YouTube ご覧になれる方は、見ていただきたいんですけれども、左側が審判報告書。で、右側が審判報告書の中の重要事項を書く報告書になっています。で、重要事項と言いますのは、さっきありました、前回も取り上げましたけれども、一発退場になった場合、あるいは、何らかの重要な事象があって、別途、教会なりに伝えたい場合には、ここに記載します。あと、通常の試合ですと、左側の審判報告書だけでいいんですけれども、例えば、記入する枠が狭くて書けない場合には、右側の、紙を使っても別段構いません。別紙に転記してますとかですね、書いていただければ、それでいいんですけれども、こういう形で細かくですね、試合、競技会名とかですね、時間なり、日にち、時間キックオフとか、あと、審判員の、氏名、協会所属の協会とかですね、あと、様々な警告退場に関する記載項目があります。
こういったのを以前は手書きで書かなければいけなかったんですけども、私の所属している協会では、パソコンからデータを通していって、それを、いわゆる報告したということにしています。ただ、末端の試合とかであれば、まだそのパソコンではなくて、実際にこう書く、こういう試合、大会もありますので、一応この競技規則という冊子の一番後ろの方に記入例もありますので、それを参考にしていただきたい。で、一発退場になった場合なんですけれども、その事実のみを書く。その主審の主観を入れないっていうのがまず基本になってきます。で、5W1H っていう形で、いつ、誰が、何を、どのような形でこうやったとかですね、それを、詳細に書いていきます。ここに、こう、主審の、いわゆる感情とかですね、思いとか、そういったのは入れないと。もう、客観的な事実のみを記載して、報告してくださいという、となっていますので、書き方がわからないとしても、いわゆる 5W1H を基本にして、その事実だけを書いていくということで、考えていただければ、まず間違いはないかなと。で、実際、研修会でもこういった形の記載を指導するということはほぼないので、あまりこう、わからないことがあれば、例えば、先輩の審判員とかですね、あと、試合を依頼した、協会、担当者にですね、聞いていただいて、書き方を、聞くと、尋ねるっていうのが、一番問題ないかなと考えておりますので、迷った時には、尋ねていくということにしてください。で、これがですね、試合日を含めた2日以内に出すということなんですけれども、非常にこう、夜の試合だと態度でもう眠くなりながらも書いていくっていうのが、今までありましたし、あと、パソコンになっても、夜中に書いて、もう、深夜になっても、解き終わらないで、もう眠くなりながら入力していくっていう時もありましたので、非常にこう、間違いのないように、書いていただきたいと。で、一回送信すると、自分の手では直せないので、協会の担当者に言って、申請したいですと言って、いろいろと面倒な形でまた戻ってきて、それで申請してまた再送信という形になりますので、できるだけこう間違いのないように記載してください。ということで、ここまでを前回振り返りということでお話ししました。で、今回ですね、第21回ということで、第13条フリーキックについてお話ししていきます。で、次回の予定と、あとさらに、最後ちょっと時間を残してお知らせということで、項目を立てました。で、第12条というのは、反則と不正行為、ファウルと不正行為に関しての項目でしたが、それの、いわゆる、そうした場合、ファウルと不正行為をした場合どうなるのかということで、この第13条には、フリーキックというので、フリーキックが与えられるということになります。で、フリーキックはどういったものがあるかというと、この3番目の直接フリーキックと間接フリーキックがあるということです。で、直接フリーキックというのは主審がその攻撃側の攻撃する方向に、手を出しています。方向を向けるということです。ちょっと一旦画面戻します。失礼して。で、まず、こう、それぞれの方向に、腕をまっすぐ伸ばします。斜め30度ぐらいでしょうかね。で、間接フリーキックは、方向を指した後に、どちらかの片手を真上に上げます。これ曲がってる人もいますけれども、もう可能な限りまっすぐ真上に上げていただいて、そうすることによって、このフリーキックが間接フリーキックであるということを示します。で、また画面を戻します。で、次にですね、画面がで、直接フリーキックと間接フリーキックの違いということなんですけれども、直接フリーキックは、キッカーが蹴って、
それは直接ゴールに入ったら得点が認められるものです。それに対して間接フリーキックというのは、まあ、間接という、まあ、言葉からもわかりますように、キッカー以外の敵味方問わず、誰かの選手に触れることによって、その後にゴールに入った場合だけ得点が認められる。で、もしこれが、まあ、キッカーだけのこのキック、まあ、一番最初の人が触れただけで、ゴールに入った場合はどうなるのかというと、まあ、この後のクエスチョンのところに入っていきますので、後ほどお話ししていきます。なので、まあ、これだけ、まあ、大きく分けて得点になるのかならないのかという違いがあります。ということです。で、この、地震というのは先ほども言いましたように、片手をまず上に上げます。で、いつその片手を下ろすのか、ということが、あ、ちょうどそうですね。この右側にも、可愛い写真という場所がですね、上を振りながら片手を上げている審判の図も載せておきました。で、この片手を下ろすタイミングなんですけれども、まあ、基本的には、得点される、まあ、ゴールになる可能性がなくなったら、下ろします。うん、まあ、もちろんもう上げすぎて疲れたよっていう場合もあると思うんですけども、まあ、その時はまあ腕を変えてですね、やればまあいいと思いますが、あともう一つは、タッチラインやゴールラインを割った時にはもう下ろしている。で、まあ、通常の反則フリーキックの場合は、まあ、蹴った瞬間に大体もう、それはもう、ゴールに入らないだろうっていうのがわかるので、まあ、ある程度の段階で速やかに下ろすこともできますので、まあ、そこまで神経質にこだわる必要はないです。まあ、ただ一応タイミングとしては得点の可能性を、まあ、ない状況、感じなくなったら、まあ、下げてくださいということです。じゃあ、この片手を上げるっていうこのジェスチャー、シグナル、これを忘れたらどうなるのかってことなんですけれども、どうなるでしょうか。この片手を上げ忘れてキックをしてしまったと、言った場合なんですけども、キャンさんいかがでしょうか。まあ上げ忘れているので直接フリーキック扱いになるみたいな感じですかね。これがですね、なんか非常にまあ驚くんですけど、やり直しになったんです。あ、やっぱりそうですか。そうなんです。なんかまあただこう、もしゴールに入ってしまったら非常にこう辛いです。すっごい気まずいですね。気まずいですね。まあちょっとね、その辺がなのでこうちゃんと上げておきましょうというしか言いようがないです。はい。ね、でもう一つはあのジャッジの瞬間に関節だよということで片手を上げたんですけれども、ちょっと状況から見て関節じゃなくて直接フリーキックだよって判定を変えることもあります。でそういった場合はまあその場の選手たちにやれてあげたけど、あれはこういう事情で接触があったから直接フリップにしたよってことで伝えれば、まあそんなにこう反発は起きません。なので一応まあただベンチの側はなんでって多分見えると思うんですね、この聞こえてない、はい、まあただまあそれはもう仕方ないです。選手たちに一応伝えれば、まあハーフタイムとか試合後にまあもし聞かれたらそれはそうだったんだよって伝えれば多分問題はないかと。まあ、ただ実際関節フリーキックなのに上げ忘れちゃうと問題なの、めんどくさいという言い方も良くないんですが、あのややこしくなるので、しっかり関節フリーキックの時には片手をちゃんと上げてくださいと、忘れずにいましょう。で、まあこれがですね、次に今度、さっきも申しましたように、その関節フリーキックは直接ゴールに入っちゃったらどうなるのかということなんですけれども、これがですね、なんと、得点には当然なりません。で、どういう扱いになるかというと、相手のゴールキックになってしまう。まあ、本来は誰かに触れなければ、まあ、インプレにならない、インプレというかですね、得点というふうにならないんですが、これがまあ、直接入ってしまったら、ゴールキックになってしまいます。で、もちろん、ほぼまあないとは思うんですが、自分のゴールに蹴ってしまった場合、そうした場合はどうなるのかというと、今度は相手チームの
コーナーキックになってしまう。なので、その再開方法を間違えないようにしてください。なかなかこう、そういうイレギュラーなシーンというのはなかなかないので、真実には出てこないかと思うんですけれども、まあそこはまあ試合を止めて、自分の頭で整理して、もしくはまあ副審とかですね、第4の審判員とこう、ゆっくり相談をして、判断をしていけばいいかと。そこで慌てて、違った再開方法をしずにですね、やっていただければということで、まあ落ち着いてやっていきましょう、ということであります。で次にですね、相手のゴールエリア内で得た関節フリーキックはどうなるのかってことなんですけれども、これがですね、なかなかこう、パワーポイント使い慣れてないので、非常に図を作るのが難しかったんですが、このゴールエリアですね、このゴールラインに近いところにあるボールを、まあ、YouTube ご覧になれる方は見ていただきたいんですけれども、これが、その場所でファウルがあったという場合にですね、競技規則の規定では、ゴールラインに平行な、このゴールラインがあるんですけれども、ゴールラインに平行なゴールエリアのライン上にボールをセットして、関節フリーキックを行うということになっています。ですので、今図でご覧いただけるゴールに近いところにあるこのボールの図の場所でファウルがあったと言ったときに、再開方法はこの場所ではなくて、後ろに下がってゴールラインと平行な、このゴールエリアのライン上にボールを置いて、関節フリーキックを行わせるということです。で、お気づきかと思うんですが、このゴールラインとこのゴールエリアに平行なこのラインの距離は 5.5 メートル。で、本来は距離はフリーキックの場合 9.15 メートル離さなきゃいけないよと最低限。9.15 メートル以上離さないといけませんよということで、規定があるんですけれども、こういった場合はやむを得ないので、最低限このゴールラインまで下げさせます。守備側の選手を。それで、リスタートとする。よく、J リーグとか海外の試合見てると多分、こういった事例がある、ことを目撃した方もいるかと思うんですが、一応 9.15 メートル以上離れることのできない状況ということで、この場合だけ認められています。特殊な、まあ、事例です。ですので、ちょっとこう、ピックルフェイントをかけて、で守備側の選手がちょっと前にこう、つんのめって出てしまうと、フライングしてしまうと、いったことが、まあ、たまにあるんですけれども、そういった場合は、おそらくですね、警告を受ける可能性が高い。9.15 の、その、ゴールエリアとかですね、ペナルティエリア外の一般のところであれば、まだ、そこまで厳しくはないかもしれないんですけども、要は、守備側もできるだけ早くボールにこう触れていきたいっていうので、こう、体がどうしてもこう、前に行ってしまいがちになりますので、このフェイントに、まあ、騙されて、2、3歩出てしまうと、警告される可能性が非常に高いですので、まあ、しっかりとですね、ボールが明らかに蹴られるまで、まあ、我慢をするということも、守備側にとっては、警告を受けない、まあ、やり方かな、というふうに考えられますので、ぜひ、それは、まあ、慎重にと言いましょうか、やっていただきたいと。で、主審の方もですね、まあ、大体この場合って、攻撃側が、一番最初のキッカー、ボールに触れる方がですね、軽くこう、動く感じで蹴ることがあるんです。で、ただまあ、厳密にはボールが明らかに動くことが、まあ、インプレーになる再開のこの、まあ、条件になるんですけども、なかなかそこまでこう見極めるのが非常に難しいんですが、まあ明らかに動いたとした場合に、それがこう、2番目の、まあ、別な攻撃側の選手がそのボールを蹴って、まあ、シュートするなり、もしくはこう、向こう守備側が詰め寄ってきて、まあ、シュートもできないような場合は、まあ、下げるとかですね、いろいろあるかと思うんですけれども、
そういったところも見極めていくと同時に、今度は2番目の攻撃側の選手が蹴って、それをゴールに向かって蹴ったと。で、その際に、そのボールが、まあ、当然勢いを強めてますので、守備側の選手の、まあ、体のどの部位にボールが行くのかっていうのをしっかりとこれ見ないといけない。要は、ハンドの反則が起こり得る可能性があるというのもあるので、主審のポジションとしては非常に難しいところです。なので、再開のまず仕方ですね。壁をちゃんとゴールラインまで下げさせる。そして、ボールが一番最初に蹴られた時に明らかに動いたかどうかをまず見極める。で、それが例えばシュートになった時に、それは守備側のディフェンスのこう、手ですね。手や腕に当たる。まあ、当たるだけでは、反則ファウルとは言い切れないこともあります。状況によっては。あまりにも接近している場合はもう回避できないので、ただその、ボールの軌道のところに、例えば距離が近くても、守備側の選手の腕が行ってしまっているとかですね。そういった場合は、まあ、ファウル、ハンドのファウルで、まあ、PK なりを与えてもいいかと思う。まあ、そこでまあ、当たったけれども、ボールの威力が強くて入ってしまえばいいんですけれども、弾かれてしまった場合が非常に厄介です。もうこれはもう、得点の機会を阻止したということで、ほぼもう一発解除の可能性があります。それはもう、はっきりともう、まあ仕方ないというか、多分選手も分かってるんだと思うんですけども、この状況で、まあ PK を与えたにしても防ぎたいっていうのもあるんでしょうし、まあ、それはもうドブスポと言いましょうかですね。なってしまうので、躊躇なくそこはもう、ハンドと判断した場合は、一発退場にして、処置をしていただきたいと。ここを監視するのも主審だけではなくて、まあ、ここのゴールラインを見る、副審の方にも、まあ、見ていただきたい、ということであります。なかなかこう難しい状況ですので、落ち着いてやってくださいと。ということで、次に、実はですね、毎週日曜日の12時半から12時56分、お聞きいただいた、まあ、もしくは視聴していただいた、この高坊のキックオフですけれども、予定としては12月2日土曜日から、来月の毎週土曜日、16時から16時26分に引っ越すことになります。まあ、午後の4時から、4時26分となります。で、収録放送ではなくて、生放送、で配信放送されます。ですので、今までこう、お聞きいただいた方、もしくは、まあ、YouTube をご覧いただいた方もですね、ライブで、参加することが可能になります。ですので、まあ、その場で、まあ、ご質問とかですね、感想とかございましたら、まあ、その場でこう、気づいて、お返事とか反応することができることになります。ですので、今までまあ日曜日だから聞けてましたとかという方も、今度はまたアーカイブで、まあ同じように聞いていただければと。で、YouTube もまた、ございますので、何らかのこう、パワーポイントでの映像を作ってまたご覧いただけるようになりますので、ぜひお願いいたします。そしてですね、今までまあ、チャンさんにはこう、収録からお世話になっておりまして、いろいろと楽しいお話も番外編でお聞きすることができましたので、非常にこう楽しかったです。ありがとうございます。うん、まあ、またまあ、可能性はゼロではないにしても、またもし機会があれば、はい。またご一緒したいかと存じますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まあ残りもあと2分ほどになってきましたけれども、はい。一応ですね、これでまあ、ファイルとしては終わりかな。次のページに開けてみようか。ないな。ということで、一応まあ、本編はこれで終了と、なりまして、この13条というものの方がですね、非常にこう、ファイルをちょっと戻しまして、また映像を戻しますけれども、非常にこう、フリーキックの場所によっての、いわゆる扱い方、主審の取り組み方なんですけれども、まあ、
真ん中付近での、まあ、フリーキックに関してはそんなにこう、神経を使う必要はない。ただ、ゴールにより近くなればなるほどの場所で、反則が起きた場合に、まあ、前回にも申しましたように、守備側は、その、自分たちの味方をなんとかこう陣形を整えるために戻したいというのがあります。でも攻撃側はその隙をついて始めたい。というこの、なんというですね、戦術をできるだけこう、主審は反映させてあげたいという気持ちで監視をしてほしい。ですので、守備側の選手が寄ってきたら、できるだけ早期に介入して近寄らせない。ということ。そして、ファウルされた方、つまりフリーキックを得た方のチームあとは、20秒です。早く始めたいので、その辺の保証をしてあげてください。で、また次回はその辺の続きと、14条に入れるかどうかと思うんですけれども、ペナルティーキックに入ってまいります。本日はありがとうございました。